お前は仮面ライダーディケイドだな。そうでござる。しかし、それがし一つ過ちを犯していた。そもそも拙者の名前は仮面ライダーディケイドではござらん。なんだと？じゃあ何なんだよ本当の名前は。拙者は仮面ライダーディエンドのはずであった。しかし、まあ最初に登場したのが結構前でござったため、いつの間にか自分をディケイドだと勘違いしていたのでござる。そもそも元々仮面ライダーディケイドというのは別の作者が作ったやつのキャラクターであって、名前が被っているでござる。よって今日から拙者はディケイドマンと名乗らせていただく。ディケイドマンだと？もともとお前そもそもパクリじゃねえか名前が。いいんでござる。というわけであれでござるな、襲名記念にお主は命をもって祝ってもらいたい。なんだと？おのれ頭突きしてやる。はあ、あ、ああ、やったでござる。こうしてファザー星人は見事にくたばった。寺西、お前が加われば電子レンジ版5兄弟は電子レンジ版6兄弟となる。っていうか、あなた方は前回死んだはずでは。細けえことはいいんだよ。電子レンジ版5兄弟はな、6兄弟へと今進化しようとしているわけだ。だから寺西、お前にはちゃんと成人を駆逐できるような、そんな力強い青年になってもらわなければ困るわけだ。そんなこと余裕ですよ。まったく、俺は宇宙人に両親を殺されているんだ。お前、唐突にそんなこと言われても困るっていうか、そんな状況なのにお前最近まで宇宙人保護とかいう奴らに加担していたのか。いや、仕事は仕事ですからね。お前の最初の仕事は電子レンジ戦に伝わるヘルメット、電子レンメットをどっかから拾ってくることだ。見つけ出すとか探し出すとか言ってくださいよ。だが分かりました。この任務を達成した時に俺は電子レンジ6兄弟へと名前を改名するついでに加わることができるんですね。ああそうだぞ寺西、5兄弟は5人の兄弟と書くのではない。ご兄弟が多いんですねみたいな時のご兄弟っていう読みだった、あの漢字の表記だったんだよ。そうですか、どうでもいいです。これで奴も本気になってくれるだろうかな。あ、こんなハリボテ用意してなやってきたけどさ、まああれだな、うん、まあこいつらどうせすぐ生き返るんだけどな。ここはアラビアの遺跡である。ここに存在するこの胸像、名前は、ナマヘッドと呼んだ。ナマヘッドは、電子レンメットを持っていた。ネットで見た限りでは、この辺にあったはずだ。電子レンメット。あ、あったわ。よし、これで俺も電子レンジマンだ。なんということだ。電子レンメットが奪われてしまった。だが私は一歩も動けん。その帰り道、誰だお前は。ははははヒロシよ、そのヘルメットを返してやれ。正義のために必要なものだ。なんだと？っていうかあんた誰だ。俺はスカンキー星人だ。以前電子レンジマンに助けられたこともあった。しかしだ、俺はこの電子レンメットを持って帰らないと電子レン6兄弟に入れてもらえないんだ。それでは正義が守れない。一体これをあの場所に放置しておくことで何が正義の得になるんだ。それはな。うわぁ、どうした。うねるからだぜ。なんとスカンキー星人が異形の巨人に。
でかい。でかすぎる。80メートルはあるぞ。おーりゃあ。危ない。小僧か。まんまと逃げ延びやがったな。だが、この辺をマラソンするだけでお前は肉片となる。あの巨人をなんとかするには、この電子レンメットのパワーを使うしかない。そうだ、このフェイスガード的なこの、なんだ、あれを下ろしてみよう。下ろした。電子レンメットは電子レンジ製三種の神器だ。多分このアイテムを使えば他の神器も呼び出すことができるだろう。そう、電子レンジ製の神器によって。はあ、電子レンソード。やはりな。電子レンソードとは、電子レンジマンが大体2010年から11年頃に使用していた剣である。よし、俺もじゃあこの剣のパワーで50メートルぐらいになってやる。うわと、何、お前も巨大化しやがったか。覚悟しろ、トーテムポール。おーりゃあ、うー、トーテム頭突き。うわあ、うわあ、諦めてはいけないぞ、寺西君。誰だその声は。うわあ、うわあ、うわあ、とう、あんたスカンキー星人やるんだ、寺西君。いや、電子レンジマンコスモスと名乗るパターンなのか、君は。いや、電子レンジマンコスモスなんて珍稀な名前はもう捨てたぜ。よし、それじゃあ、とどめを刺そう、こいつに。おう。電子レンソード、斜め切り。スカンキークラッシャー。なに、バカな。ああ。5000万年暮らしてきたこの私が無残にも首をもがれるだと。なんとも無様だ、無様よの。スカンキー星人、お前もこの電子レン5兄弟の6兄弟に入らないか。今欠員もいっぱい出ててすごい迷惑なんだ。迷惑とか言われても困るぜ。第一、俺は銀河パトロール隊の隊員だからな。お前らの遊びに構ってる暇はないんだ。だが困った時はいつでも呼んでくれよな。ついでに言うと、スカンキー星人っていうのは俺のことは、要するにお前らが自分を地球人とか言われてるのと同じようなものなんで勘弁してください。俺の名前はスコーピオンマンだ。じゃあな。シュッ。なんだあいつは、雲の宇宙人なのにいいのか。そしてヒロシよ、お前は見事にその電子レンメットを拾ってきた。よってお前も新しい電子レンジマンであり、電子レン6兄弟はここに誕生した。寺西、お前は今日から電子レンジマンコスモスであり、またの名を AC アダプターマンと名乗れ。 AC アダプターマン、それが俺の家電ヒーローとしての正しい名前か。まあいいか、